どうも皆さんこんにちは。簡単ギター教室ガズギターのガズでございます。さあ毎週日曜日は、ガズギター教室ということで、やっておりますが、普段はこのガズレレというね、ウクレレの、YouTube 簡単レッスン動画を公開してるんですけど、日曜日だけはガズギターということでギター教室始めていきます。これ前回のちょっと続きになっている動画でございまして、前回の動画これなんですけど、タブフという楽譜を使ってドレミファソラシド弾いてみようよということで前回やりました。それを見ていただいた上でね、ぜひ皆さん取り組んでいただいたいという後半の動画になるんですけど、今日はちょっとですね、応用編というかもうかっちょいいですね、一丁前にこうギターがちょっと弾けるようになるという手応えをね、まあちょっと簡単ではないですけどね、まあじっくり解説していきたいと思いますんで、ぜひともご覧になってください。もし、この動画に初めて見た方、ガズギターというのはですね、宇宙一簡単ギター教室でございます。で、ギターってやっぱり奥が深くてすごい難しいんですけど、まあこのガズギターはですね、そういうのとまたちょっと違って、どんな人でもギター私にもできたという最初の一歩を強烈にサポートしておりますんで、めちゃめちゃ簡単になっております。まずここできっかけをつかんでいただいて、ギターどんどんステップアップしていくのをおすすめします。いいな、やってみたいな、できるかなという方、すぐできますからね。はい、概要欄にガズギター方式で始める、URL、入門ね、レッスンの、プログラムを貼っとくんで、そっからちょっと見てみてください。で、いつもの流れなんですけど、このギターからね、ギターやってみたいなと思ってギターを始めるのは、悪くはないと思うんですけれども、ウクレレを始めて、その後にギターをね、横展開した方がね、結構早いっていう説もあるんですよね。ガズ説ですけど、ウクレレって本当ちっちゃくて簡単でね、すぐに、ね、結構取り組めるということで、今これ本来だと毎日やってる、ガズレレのプログラムだと本当にあっという間にできます。ウクレレもぜひ興味あるなと思った方は、概要欄にガズレレ方式のウクレレの始め方、URL 貼っとくんで、そこでも、ちょっと動画見ながらやってみてみてください。さあ、もう早速ですけど。今日のレッスン入っていきましょう。おさらいとしましてですね、前回ちょっと紹介した、ちょっと長めのフレーズをオリジナルフレーズ、ちょっとブルージーな感じのをおさらいとしてやってみましょう。はい、タブフこれ出しておきます。見方は前回の動画で確認してください。まず1弦の30、2弦の30、3弦の20、4弦の20で E のコード。じゃらーん。ここまでちょっとみんな練習できたかな。もうちょっと、ノリノリでやってみましょう。せーの。これだけでも結構かっこいいですよね。ね、もっと早くやるとかっこいいですよ。一瞬ですけどね。はい。まあ、こんなに早くやるのは最初はちょっと難しいかもしれないですけど、まずはね、このタブ譜を見ながら順番通りに弾くということをずっと繰り返しているとできるようになりますんで、まあ、練習しておいてほしいなというふうに思うんですけど、今日はこれの発展系といいますか、もうワンステップ、渋いブルースっぽいフレーズ。これガスさんが、ふっと思いついて、書き出したフレーズなんで、他にもね、もういくらでもね、もう宇宙の数ほどフレーズってあるんですけど、まあ、一個、ちょっとガスさんがピッと思いついたフレーズで、ちょっとね、今日は雰囲気出して、やってみようよという単音メロディーですね。やってみようと思います。今日はこれをやりますよ。弾いててください。いきまーす。せーの。ちょっと長めの、これ渋い感じじゃないですか。ちょっとね、ブルースなイメージをちょっとやってみたんですけど、これね、聞いて、今のぐらいだったらちょっと見てみると、あ、これだったらできそうかなと思うかもしれませんが、このフレーズはですね、自分でこう考え出しておいてあれなんですけど、弦をね、またぐんですよね、弾くときに、この右手がね、ここがちょっと難しいところ、要は、すぐ隣の弦を飛ぶっていうことですね、弦飛びみたいな風に言いますけど、これがね、なんか理解できると結構面白いです。まずこれ、右手なんですけど、今みたいに指で弾いてもいいし、むしろピックでもいいですよ、ピックでも、の方がね、最後ジャニーってなります。はい、これお好みでいいと思うんですけど、今日はやっぱりこのタブ譜の読み方を読み解きながらの解説になりますんで、じゃあひとまずちょっとガズは指でいきますが、まず最初タブ譜を見ながらゆっくり解説いきます。1弦の0340です。はい、1弦の0340、次また言いますからね、フレーズは。2弦の、30、その次3弦の01。はい、この00がまたぐの、今矢印ついてるの分かりますかね。ここが結構難しいです。いいですか、もう一回最初からゆっくり。1弦の、せーの、03403、ここの2弦の0を3弦の0を3弦の1、ここの2弦の0から3弦の1へ飛ぶやつ、この弦をまたいでるじゃないですか。
これが結構ね、皆さん大変かもしれない。もう一回ゆっくりいきます。せーの。これが前半部分です。後半いきます。今度は4弦の2フレットから始めますよ。はい。で、3弦の0、1、4弦の2、4弦の0、5弦の2、6弦の3、5弦の0、コード E です。なかなか長いフレーズですよ。こうやって見ると結構なボリュームがあります。このタブ譜何回も見て、練習していきましょう。もう一回、じゃあ後半からいこうか。4弦の2フレットから。せーのー。はい、これが後半です。で、ここでちょっとここまでなんとかできたよということ方がいたとして、ちょっと気づいた他の方がいるかなと思うんですけど、ちょっと聞いてみてくださいね。多分僕の予想だとみんなこうなってんじゃないかなという演奏をしてみようと思います。ちょっとよく聞いててね、この最初のところも1弦の音残ってるの分かります？はい、これ音がピョンと伸びっぱなしじゃないですか。本当はこれね、止めていきたいんですよ。まあ、細かく言うと、ミュートって言いますけど、見ててくださいね。っていう時に、右手か左手で弦を触れて、単音を出したい。わかる？要は和音になるんで、こう、二つの弦の音が出さないように、うまいことを、止めてんですよね。実はそのギタリストの人っていうのは。今って音濁ってないんですよね。だけど、多分皆さん最初のうちは、わかる？このまたいじゃってるじゃないですか。でも最初はこれで OK です。これどんなことをやるにもですね、ステップがやっぱりありますからね。最初からこの綺麗に一個ずつ音を出すのっていうのは、これね、なかなか実は難しいんです。簡単に思えるかもしれないですけど、音を一個の音だけを出すって結構なこれね、技なんですよ。しかもこのフレーズのように弦をいっぱい飛んでるとなるとですね、いちいちその止めてあげないといけない。そのまたいでる時にね、ちょっとじゃあもう一回全然ミュートをせずにまず弾いてみますよ。音を聞き比べてみます。いきます。せーのに対して音をきっちり止めると、やっぱ音が際立つっていうか、ソロっぽいですよね。まあなんで、あえてで、ね、2つの音を鳴らすっていうね、ことも狙いとしてはあったりするんですけど、基本的にはこのいずれはですね、こういうふうに気持ちよく1個ずつの音が出るっていうのがいいんですけど、それはいろんな方法があって、左手で余計な音をこっちで止めていく、要はカッティングの時に使うミュートですと一緒なんですけど、なんだと1弦の0から2弦の3フレットに行くときに、もう2弦の3フレットを押さえてるこの指で1弦をちょっと腹を触れてあげて止める方法とか、逆に右手で、もうここの人差し指で触ってあげて止めるとか、いろんな方法があるんですけど、これね、不思議なことにですね、なんかこのフレーズを弾いてると、その人が勝手に自動的になんか考えて止められるようになってくるような気がするんですよ。なのでまずはあんまり細かくそこフォーカスせずに、だらーっと伸びっぱなしでもいいんで、このフレーズが、テンポ通りに弾けるっていうのを目指すのがいいと思います。ミュートに関してはちょっといろいろやり方と方法があるんですけど、まあもういろいろあると言ったって、左手で止めるか右手で止めるかということだと思うんですけどね。はい、まずあんまり気にせずに、このフレーズを弾くことに集中していきましょう。もう一回いきます。せーの。はい、
まあこういうことをもう繰り返し繰り返し修行僧みたいに、でもね、あんまり修行僧っていうよりは、まあ結構夢中になって楽しめると思いますよ。間違えちゃったってなるけど、まあそれ、そうに転びながらやっぱり成長していくもんなんでね、こういうふうにやるといいと思います。そして、これはですね、ガズの予想によるとですね、フレーズを弾くことはですね、結構すぐできると思います。一日ずっとこれフレーズ弾いてたら、なんとか形になるものですよ。で、まあ、せっかく今日ね、こういう動画を撮ってるんで、ちょっとその、さらにね、レベルアップバージョンをやってみようと思います。これがまたね、かっこいいですよ。いきますよ。何が起こるか見ていてください。今度の弾き方はピックではちょっと無理なんです。いきますよ。せーの。6弦のドーンが入ったんです。もう一回ちょっと口で言ってベース音だけね。 6弦の開放弦親指見とけ、せーの、でん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 じゃーなったんです。これをやるだけでですね、かなりこう低音がね、ベース音が加わってかっこいいでしょ。これはね、次のステップとしてはすごくおすすめ。だから最初の音同時ですよ。次、だから一番最初は、6弦の0フレットと1弦の0フレットを同時にこうやって弾くわけですからね。せーの。次は、4弦の2フレットの時も6弦を一緒に、ここで。これベース音が入るだけですごくこう、またムードが高まるんですよね。なんか、この1個のギターで、要は、アンサンブルというか、二つの、なんか、音色を奏でてるっていうね、この、なんつうのかな、こう、幅が広がります。ちょっともう一回、超ゆっくり。せーの。いいね。かっこいいでしょ、これ。はい。ちょっとそれで、このね、4弦の2フレットの、この音のことでちょっとポイントがあって、ちょっと最初からゆっくりやりますけど、でん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 、その次、押さえるでしょ？でん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 、ここまでずっとここ押さえっぱなしでもいいと。はい。ここずっと押さえたまんまでの方が響きがいいかもしれない。はい。ちょっとワンポイントでしたけどね。もう一回ゆっくりいきましょう。せーの。これが次のステップかなというふうに思いますね。はい。ここまでできたらですね、かなりこう、気持ちがいいと思うんですけどね。まあまあ、こういうフレーズ1個ね、弾けると、またちょっとね、テンションが上がりますから、はい。ぜひやってみてもらいたいなと思いますが。まあ、この、基本的にはね、ガズギターは、やっぱ、弾き語り、を一応特化した YouTube チャンネルなんですけど、そうは言ってもちょっとフレーズぐらい弾きたい、弾いてみたい。で、これからガズギターやっていく上でも感想としてこういうの出てくる可能性すごい大なんで、その時にやっぱこのタブーの読み方とか、こういうフレーズの弾き方っていうのをマスターしておいた方がやっぱいいかなと言って、今後を見据えてね、今日はこういう動画を撮っているんですけれども、まあ一個こういうギターの楽しみ方というのもあるでしょ。で、まあこの次のステップはですね、まあもうちょっとブルースっぽい感じで、ベースをもうちょっとね、すごく増やす。そうするとね、こんな感じもいずれは楽しいと思います。せーの。今ちょっとフレーズ間違えた。こんな感じ、でんで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 、これブルースっぽいでしょ。こういうのもかっこいいんですけど、これはちょっと難しいですよ。やっぱりガズさんも今ねフレーズ間違えちゃった。せーの。の方がすごくブルージーなんだけど、ちょっと跳ねてるリズム、シャッフルで、このボンボンとボンとボンと、このベース音がね、なんて言って、これもかなり脳トレなんで、ここまでやったらもうね、すごいですよ。すごい。まあ、だから こういうね、世界もあるんだということなんですけど、まずはね、皆さんフレーズからこのこの
ズをちょっとね、まずちょっとやってみてください。これかなりですね、このフレーズとしては渋いフレーズだと思うんですけれどもですね、なんかこう、例えば、まあ、楽器屋さんでギター買おうかなっていう時にね、こう、コードをいろいろ試して弾いて、で、その時にちょっとこのフレーズを入れると、またちょっとこのね、そういうギターならではの響きもよくわかると思うし、弾き心地も、すごく普通にストロークしてるものとは違う弾き心地も、体験できると思いますんでね、はい、ちょっとどっかのね、片隅に置いとくと、また弾き語りでも役に立つかもしれないし、ということで今日は、ガズが考えついたブルージーで渋いフレーズ、完全解説やってみました。いかがだったでしょうか。まあ、息抜きにすごくいいと思います。あと、夢中になれる、こういうのはね、はい。ぜひ、時間かけて、競争じゃないですからね、いつも言ってるように、取り組んでみてください。そして、いつもね、お伝えさせていただいていることなんですけど、なんか質問とか聞きたいこととか、謎だな、ということをもしあったらですね、この動画のコメント欄にね、ご記入いただくとですね、それを見てガズが、次の動画に反映させたりするのでですね、ぜひ皆さん、コメント欄、ご活用ください。そしてね、ちょっとガズレレの方でお知らせなんですけど、今度この本が出ます。2月15日にキッズと歌おう、子供と歌おうぜというね、ウクレレのね、楽しい本が出るんですよ。はい、ただいま大好評、予約受付中、アマゾンとか書店さんとか楽器店で受け付けてます。そしてね、この本の出版記念イベントがなんと渋谷のタワーレコードでなんていうの、インストアライブイベントございます。入場無料です、皆さん。詳しくは概要欄にその入場の仕方とか書いておくんですけど、渋谷のタワーレコードさんで予約注文していただくのが一番ね、とにかくいいんですよ。で、遠方の方も電話予約できるんで、当日を手渡しでも大丈夫になっております。ぜひ皆さん、渋谷のタワーレコードのイベント3月12日ですからね、東京でお会いできればというふうに思います。そしてね、2023年はガズレレ生誕10周年ということで、お祝いの年なんですけど、5月に東京、名古屋、大阪でイベントを開催します。とはいえ、大阪と東京はもうチケットソールドアウトです。ありがとうございます。名古屋まだ若干大丈夫なんで、ぜひ皆さん名古屋、チェックしといてください。概要欄に貼っておくんで、よろしくお願いします。はい、そういうわけで今日のガズギターレッスン、これにて終了となります。また日曜日お会いしましょう。さよなら、バイバイ、またねー。